神奈川新聞スタジアム女子2回戦東海学園高校第1試合福岡大学附属東海学園高校愛知対福岡大学附属若葉高等学校選手監督をご紹介しますのでベンチ前に整列してください。
この試合を担当いたします審判員は球審加藤義聖子さん、一塁塁審藤吉正子さん、二塁塁審金倉充さん、三塁塁審野口久義さん、副審内田隆康さん、以上公審判員によって行います。公式記録員は一戸睦子さん、放送は谷舞子が担当いたします。両チームの監督はバックネット前にお越しください。写真とか載ってると大丈夫なんですよね。なんか写真の時は、あれつけて文字いらないよ。あ、そうなんですか。なんかな、写真です。
ャッチャー串崎恵さん、ユニフォームナンバー6、ユニフォームナンバー11。
1番サード亀田しおりさん、ユニフォームナンバー52。
7番 DT ディアドニアカネさん、ユニフォームナンバー22。6番 DP 上田奈々子さん、
ユニフォームナンバー13キャッチャー、石崎めぐみさん。
のぞみさん。4番ファースト木村ジュリさん。5番レフト荻野あさみさん。3回の表、福岡大学附属若葉高校の得点は3点です。
7番ライト関戸愛さん、ユニフォームナンバー23。1番レフト阿部こなみさん、ユニフォームナンバー15。
4回の表、福岡大学附属若葉高校の攻撃は6番ライト川上瑞希さん。若葉高校の得点はありません。
2番サード亀田しおりさん。3番ショート竹中真宏さん。4番ファースト大木かなさん。4回の裏
東海学園高校の得点はありません。連絡いたします。北海道代表十和森三愛高校と岐阜県代表岐阜女子高校のキャプテンは打順表5号を持って保土ヶ谷球場本部の打順表提出場所までいらしてください。氏名には必ず振り仮名をつけてください。連絡いたします。北海道代表十和森三愛高校と岐阜県代表岐阜女子高校のキャプテンは打順表5号を持って保土ヶ谷球場本部の打順表提出場所までいらしてください。氏名には必ず振り仮名をつけてください。守備の変更をお知らせいたします。ファーストの大見香奈さんが退き、小田さやかさん、ユニフォームナンバー5、レフトに入ります。レフトの阿部小奈美さん、ファーストに入ります。以上です。5回の表、福岡大学附属若葉高校の攻撃は9番サード前田愛菜さん。
の変更をお知らせいたします。ピッチャーの岩萌さんが退き、川杉聖奈さん、ユニフォームナンバー1、キャッチャー藤崎めぐみさん、4番ファースト木村樹里さん、
5回の裏の東海学園高校の攻撃は5番キャッチャー永井美優さん。体操をお知らせいたします。一塁ランナー上田菜々子さんが退き、船橋直さんユニフォームナンバー9。7番ライト関戸愛さん。
番レフト阿部小奈美さん、5回の裏、東海学園高校の得点はありません。
代打をお知らせいたします。7番宮冨茜さんが退き、吉武すずりさん、ユニフォームナンバー14。Yeah.
2番サード亀田しおりさん。3番ショート竹中真宏さん。再出場をお知らせいたします。小田さやかさんが退き、大見香奈さん、ユニフォームナンバー22が再出場します。
番キャッチャー永井優さん。代打をお知らせいたします。6番船橋直さんが退き、山本理央さんユニフォームナンバー27。
退き、大見かなさんがファーストに入ります。ファーストの阿部こなみさん、レフトに入ります。以上です。
番じゃない。4番ファースト木村樹里さん。
ライト、雪戸愛さん。
福岡大学附属若葉高校が勝ちました。